作れるアドバイス、うん、もう書いて書いて書きまくる。あ好きなものばっかり。今の花は青にしない理由は特にありますか？は特にないです。こういう構図だったら、はい、青でも大丈夫。でもちょっと青ばっかになっちゃうからちょっと変えようかなっていうのはあります。でも朝日さんのなんか、はい、インスタになんか真っ青なイメージも書いてますね。真っ青なの書いてます。はい。気持ちいいですね。なんかお水つけるとなんか色が、はい、そう伸びるんです。仕事で描いている絵と、はい、自分でなんか趣味で描いてる絵がどれくらいなんか違いますか？でも全然違いますね。そうなんだ。仕事で描いてるのはちょっとそのアニメとか漫画っぽい感じの雰囲気のが多くて、オリジナルのは全然その漫画っぽくない感じで描いたりとかするので。色を選んでる時はどれくらい悩みますか？はい、すごい悩む時とパッと決まる時と半々。デジタルのいいところが、はい、調整レイヤー使って色調整が、はい、私それはなかったら大変。だからパソコンでやる時色すごい時間かかりますね。そう悩んじゃって何回もこっちの方がいいかなってそうやっちゃいますよね。いつからイラストレーターになりたかったんですか？はい、子供の時一回なりたくて、で一回その夢を忘れて専門学校卒業してからですかね。働き始めてから。専門学校は何？絵描きのための？いや、服作る学校通ってて、はい、そう全然違うことをやってたんですけど。卒業してからイラスト？卒業して独学で始めてみたいな。服を作る勉強はやっぱり役に立ってますね。はい、役に立ってるはずだとそうだと思いたい。役に立ってますよ。立ってますかね。普通の水彩より、はい、なんか水彩鉛筆の方が触りたくなる質感ですね。そうですか。テクスチャーがあってよかった。なるほど。普通の水彩だと、はい、もう少し完全に紙のテクスチャーになりますね。そうですよね。緑ののせ方なんだけど、全体的に先に葉っぱ全部いっちゃおうかなと思います。そしてちょっとだけ違う色がいいところをのせますか？はい、のせます。ちょっと下の方を濃い緑にしようかなと思ってて、とりあえず黄緑だけ先に。アナログの塗りつぶしツール欲しいよね。欲しい。めちゃくちゃ欲しいです。物理的にできるから。めっちゃ欲しい。今すごい欲しい。キノコは青にしようかな。おお。何色がいいですかね、キノコ。おお。青でいいかな。悩む。やっぱり絵描きに技術だけじゃなくて、なんかセンスが大事ですね。いやー、センス欲しいですよね。十分はあるんじゃないですか。ないもう全然足りないですよ。なんかすごい奇抜な色を使うのが上手な人とかいるじゃないですか。なんか奇抜って何ですか？奇抜、なんか変わった。どうしてそこにその色を置こうと思ったのみたいな。そういうレベルはすごいね。でもそれでなんかちゃんとうまくまとまってる、綺麗に、すごいなって思いますね。でも朝木真希さんの青の使い方はすごい。本当ですか？多分みんなこれから青い多分色だけで朝木真希だって分かると思う。まあ多分こういう経験あると思うんだけど、たまに絵を見て、朝木真希の匂いがしますね。ああ、誰々っぽいみたいな。そしたら名前見たらやっぱり。ああ、ありますあります。じゃあ今はいろいろ調整。あ、調整です。はい。こういう段階。で何を意識しながらやってるんですか？何を意識してなんかまとまり感とかちょっとここ薄いなとか。葉っぱの線を強調ですか？はい。それは青で。これは青。いいですかね。そうですね。なんか永遠に仕上げできますよね。絵描きは。ちょっと分かんなくなりますね。私はできたかどうかじゃなくて、飽きてるか飽きてないか、そういうタイミングで。はい。はい、これで。オッケー。はい。ありがとうございます。すごい。綺麗ですね。ありがとうございます。可愛さと柔らかさと現実、本当にリアルな植物が紙に置いてある感が強いです。気に入ってるのがこの黄色の使い方、泡みたいに上に上がっているんですね。注目してほしいところは後ろの大きいお花の花びらにちょっとピンクが入ってるところ。特になんでピンク選んだんですか？女の子の髪の毛がちょっとピンクっぽいので、そこでちょっと色を合わせてみました。いいね。やっぱりこういう紫の花を入れて、寂しいところとかすごい勉強になりました。なんか黄色すごい気になっているので、黄色の使い方、どこに置いてますか？こういう服の裾だったりとか、ちょっと薄くなってる部分とか光が当たるところに黄色をよく使ってます。これはすごい朝木真希感が出てて、なんかみんなもなんか自分の個性的なスタイル、作れるアドバイス。もう書いて書きまくる。好きなものばっかり書いたら多分好きなものが確立してくる。ああ、なるほど。キノコが大好物でなんか入っちゃったとかあ、この色ばっか使ってるからこの色が好きなんだとか。黄色い花の影は赤ですね。赤とオレンジの中間ぐらい。特になんか選んだ理由はありますか？ちょっと影の部分を表現したかったのと、でも暗い色はのせたくなかったので、その色にしました。本当に光ってますね。光ってます。光ってます。あ、よかった。では本当に今日ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。すごい勉強になりました。あ、よかったです。普段イラストを描いて SNS に載せています。Facebook、Twitter、Instagram。やってますので、よかったらご覧ください。ホームページから私のデザインした iPhone ケースを買うこともできます。どうぞよろしくお願いします。検索。じゃあみんな朝木真希の応援お願いします。お願いします。こういうシール欲しい。LINE のシールじゃなくて、なんかちゃんと貼れる、そうそうそう、そういうシール。